こんにちは、ジャズペンシストの井上智彦です。この番組、横浜ジャズメッセンジャーズでは、横浜で活動、ご活躍されている横浜のジャズミュージシャンの方々を紹介してまいります。今回紹介するゲストは、サックスプレイヤーの渡辺哲さんです。こんにちは。哲さんを迎えて、今回最終回、3回目になりますが、今回もいろいろとちょっとね、質問していきたいと思います。海野さんの方から質問よろしくお願いします。はい、1回、2回と、まあ、楽器の始まり、哲さんの生い立ちといいますか、今までのお話を聞かせていただいたので、はい、今後の活動にあたって、こういうことをしたいとか、何かあったりしますか？今後の活動。はい。活動じゃない。いや、言うと思いましたけど。ほんと、活動。いや、牛丼か。牛丼か、カツ丼の割ったら、感じでやっていきたいかな。ですけどね。今後ですね、まあ、そうですね、横浜中心にね、やっぱり、全国、いろいろ旅をしながらね、盛り上げていきたいなと思いますね。いろんな人と交流しながら、いろんな音楽にトライして、あとね、海外なんかもね、ちょっと落ち着いたら、また行ってですね、いろんな人といろんな土地でサックスを吹くのが僕の人生なのかなって思ってますよね。海外にまたっておっしゃいますと、以前に海外に行かれてたことがあるんですか？あ、そうですね。中国に行ったね、そういえばね、演奏旅行の仕事でね。あれは衝撃的でしたね。一緒に行ったんですけど、ほぼ中国では観光客だったんですけど、タイムで。けど、船の上で演奏するっていう仕事で、すごい楽しい仕事だったんですよ。で、僕はこういうね、自分の話する前ですけど、ほんと、これ、こんな仕事できたら、ほんと人生楽しいなと思って、だからああいういい経験があったから、なんかこう、やっぱりミュージシャンとしてやっていこう。たぶん、哲くんもそんな感じだったと思うんですけど。あれ、本田技研さんでしたっけ？そうですね。本田技研さんの、福利厚生の、慰安旅行みたいな感じなのかな。 それで船で中国まで行って帰ってくるっていう仕事でね、クルーズで何日間か船の中で演奏して中国に着いたら観光なんですよ、みんなと一緒に遊んで、ね、で帰りの船の中でまた演奏してっていう、それで仕事、これはいい仕事だなと味しめちゃいましたね。まだね、うん、いい時代の名残があったんだね、当時。やっぱり今このコロナ禍においてその海外に行くことはだけに限らずとも、やっぱりこの近い世界でもなかなか活動を思いっきりするのがなかなか厳しいので、ね、だからそういうことが、そういう仕事があるっていうのがまたあると。そうですね、船のお仕事ってタイタニックじゃないですけど、やっぱりなんかミュージシャンにとってはその船の上で、まあもちろん安全に帰ってきたいですけど、何があってもこう最後まで仲良くしてもらって、そうですね。日本全国ってさっきおっしゃってたんですが、あの、はい、ご出身は北海道じゃないですか、はい、で神奈川の茅ヶ崎育ちで、今は横浜、はい、今は横浜を拠点にです、ね、それはどのタイミングで北海道からの茅ヶ崎に？北海道は、ね、出産だけなので、実家出産を母親がした。はい。で、育ちは湘南で、茅ヶ崎。湘南ですよ。もう、うずうずしてたからね、今ね。いや、言っちゃうと、かっこ悪いけど言っちゃうな、ね。湘南。湘南のマブダチなんで。うん、湘南。あ、どうぞ。その後に、大学で横浜、まあ、その距離があるわけではないですけど、横浜の方で、こう、活動したいなって思われたきっかけとか。そうですね、やっぱりあの父親の店舗さんがね、横浜活動っていうかね、あの拠点にされてて、もちろん横浜以外でもやってましたけども、まあ、父が、音を奏でたね、この横浜という町ということで、父が生まれて育った町でもあるんですよね、あの吉野町とかの辺りなんだけど、うん、だから、正月は必ず横浜にね、湘南から行きましたし。おみこしも担いだのも横浜だしね。横浜はやっぱり僕、切っても切れない感じなんでね。で、まあ、いい年になってきて。横浜で自分も音を出して、親の追体験をしながら、自分というものをさらに掘り下げて、向かっていくとこを決めるには、やっぱりいい街だなと思って、
しかも横浜ってなんかいいじゃないですか、港町でね、うん、町自体が好きで、うん、音楽もね、溢れてますし、すごくレンガ造りのね、建物とか、昔からの建物とか、すごく風流があるんですよね。かといって、桜木町で、港未来地区といってね、近未来の建物とか、都市開発も進んでて、最先端を目指してるということで、ものすごく好きな町。はい。そんな、横浜、たくさん、たくさん横浜の名所の方が活躍されていると思うんですけど、今後その横浜においてのジャズシーン、何かこう思いといいますか、うん、こうなったらいいなみたいなのがあったりします。ああ、そうですね。こうなったらいいなっていうね、なんか僕はおこがましいかもしれないんだけども、今横浜のミュージシャンってものすごく温かくてね、でマイペースで音楽を楽しんでる感じがしててすごく好きなんですよ。だからその横浜は一つのその風土っていうか文化にもなってると思うんですね。その人の感じっていうのは。すべてにおいてなんかちょうどいいんですよね。なんか厳しすぎずもなんかしないし、かといってその、のんびりしすぎでもなくて、その感じの風土がね、また音にも出てるような気がするんですよね、僕はね。東京で演奏しててもそうだし、地方で演奏しててもそうだけど、横浜の音とか、横浜の人間っぽさっていうのがあってね、その感じがまた若い世代にも引き継がれて、ちょうどいい感じのね、リラックスする音楽が横浜で発展していったらいいなとは思います。私自身もこうやってテスさんと知り合うことができたのも、この横浜のこの雰囲気あってこそだなとは思います。ですね。やっぱり人とのつながりってすごく大事なの。高い感じが私もいいなと思うんですが、何か横浜のお店とか場所をピンポイントしよう、何か思い出とかあったりします？場所とかピンポイント、ここで思い出、思い出印象に残ってる、印象に残ってる思い出、思い出、あ、そう聞いてないよみたいな、もうちょっと横浜のお店とか、ね、いや、それ聞いてみたいね、なんかね、印象、はい、このあ、そうですね。うん、横浜で、活動拠点にする前ですね、むしろ東京とかでビッグバンドをたくさん活動してたり、してたんですけどね。そう。なので、その期間が十何年自分の中でありまして、だから横浜には十何年ぶりに帰ってきたぞ、みたいな感じで今、活動をしてるんですね。僕の気持ち的には。なので、失われた10年間だと僕は思ってるんですね。で、その時に横浜に帰ってきて最初に演奏したお店がルタンベルグっていうお店で、フランス語で失われた時間っていう名前なんですよ。だから、うん、僕が横浜にね、帰ってきて最初に演奏するのはこの店だって決めて帰ってきたんですよ。ルタンベルグ。で、そこで、まあ、うちのお父さんもね、何十年も演奏してて、で、僕が横浜離れてまた帰ってきた時に、ここで親と一緒にやるっていうのを決めて、それが自分の中ではちょっと決めてたので、思い出深いと思います。っていうか、ちゃんと考えてます。そうですか。たまたまですね。ちょっとびっくりしましたけどね。いやね、振りで、ちゃんとこう答えが返ってきた。すごいな、けど。んだけどね、横浜に対する思い入れというかね、しっかり伝わってきましたね、今の、ね、大好きですけど。こういったその、テスさんの、これからもきっと、そういったその失われた時間じゃないですけど、どん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 、これからも活躍されると思いますので、その、テスさんの演奏などを聴けるCD だったりとか、そうですね、CD、6曲入りの CD が、横浜に、で、用意してあります。で、詳しくは概要欄の方にね記載されておりますので、ぜひね、そちらの方から購入していただければと。どういった編成で編成としては、自分のサックスと、エガちゃんの、ベースとピアノですね、あれは両方するので、そういう編成になっております。同時ではないですね曲によってピアノになったり、ベースになったり。いずれは分裂してこう。そうですね。それがやっぱり目標です。分裂。じゃあ、テレスもいずれね、サックスと音が増えていけばいいかね。そうですね。でも、そのアルバム1個の中にいろんな音が楽しめそうです。すごい。そうなんですよ。うん。いや、ほんとね。
ぜひお楽しみに。ぜひたくさんの方に来ていただけたら、聞いていただけたらと思います。はい。これにて、ね、渡辺哲さんの書いた、コーナー終わりになります。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。